ルイス・ネルソン・ドリールは初期のディキシーランドジャズのクラリネット奏者である。ドリールはコントラバス、バンジョー、アコーディオンも檻に触れ仕事として演奏した。ネルソン・ドリールはルイジアナ州ニューオーリンズで生まれ人生のほとんどをそこで過ごした。ドリールはクラリネットをロレンツ・ティオ・ SR に習い、15歳までストーリービルの音楽会場で仕事として演奏していた。 ドリールは、ジャズの最古の時期にホットジャズの初期のスタイルを開拓し、ジョニー・ドッツ、ジミー・ヌルンといった後のニューオーリンズジャズのクラリネット奏者たちに重要な影響を与えた。ドリールの初期の仕事で、ビッグ・アイは、より一般的な BB 感ではなく、しばしば C 感のクラリネットを演奏していた。C 感のクラリネットは、アルサイド、ヌニエス・ EN、アルシード・ヌニエスといった。 この時代の他のニューオーリンズジャズのクラリネット奏者たちにも使用されていた。1917年にドリールはフレッディ・ケパードやビル・ジョンソンビル・ジョンソンがいる再結成されたオリジナルクレオール・オーケストライエヌオリジナルクレオール・オーケストラに加わった。このバンドはその年の春にボストンで解散したが、その年の秋にはニューヨーク州で再びメンバーが集められた。 ビッグアイは、クラリネット奏者、ジョージ・バケーの後任となった。バケーは以前、ボードビルのグループと共に巡業をしていた人物である。少ししてから、ビッグアイの後を、ジミー・ヌーンが引き継いだ。ドリールは、ジョーンズコリンズ・アストリア・ホットエイトの常任の、クラリネット奏者となったが、ホットエイトの1929年の、録音活動では演奏しなかった。ドリールが、 複数の録音をしたのは晩年の1940年代だけだったが、その頃には健康が優れないこともしばしばで、当時の評価からすれば一流の演奏をしていた時期を過ぎてしまったとされていたが、しかし、それでもなお美しいフレーズを演奏する能力はあったのだ。その録音はアメリカンミュージックレコーズ EN、アメリカンミュージックレコーズの CD によって聴くことができる。 ネルソン・ドリールの演奏は、年上のニューオーリンズのクラリネット奏者、アルフォンス・ピクー、アルフォンゾ・ピークの、よりスタッカートで、ラグタイム風な演奏に比べて、より魅惑的で、流れるようなブルースである。胃腸楽器を参照。ヘーゼル人、マイク、オリジナルクレオールバンド、インカーンフェルド、バリー、エイド、ザニューグローブ・ディクショナリー・オブ・ジャズ、セカンド・エディション、ボリューム3、ロンドン、マク・ミラン、 2002p200 ありがとうございます。